ちは。本日の試合はイングランドリーグディビジョン2第9節レスター対フラム、この対戦の模様をお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況ジョン・カビラでお届けしてまいります。さあ北澤さん、よろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いします。さあファーストハーフ見ていきましょう。イングランドリーグディビジョン2第9節レスター対フラム、では立ち上がり見てまいります。アバーテフェイントを見せます。上がっていく右サイド、ボール入りましたよ。このボールはカットです。自分で行く、カボール。この序盤両チームともまだ探り合いをしているような感じです。カボール、ガゼルホ、ふわっとしたボール、ここで受ける、今まだ両チームともシュートはありませんけどもね、立ち上がり様子を伺っているというところでしょうかね。どちらが先に仕掛けるかですよね。裏へのスルーパス、長いボールを送ります。チャンスだ、スルーパスを出す、キエウケ、緩いフィード、いいとこありますよ。左上がっていく、スペース出ましたね。香川、おいい形ですよ。来た、自分で行く、前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。レスター、この前の月のマンスリーレポートで30分過ぎから前半終了までの失点が多いとデータにありましたが、今日はまだそういったシーンはありません。ルリッチ、裏のスペースを狙う、裏へ抜けた、岡崎、来た、先制、レスター、レスター先制に成功。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。そうですね、出し手のイメージ通りにここぞというタイミングでもらいに行く、その動き出し、まさにこのゴールですよね。一見シンプルに見える今のシーンも、実はコンマ何秒の世界で飛び出すタイミングを測ってますからね。相手のバックスよりも早く反応してしまったら、それはオフサイドになりますからね。この駆け引きこそが最高に難しいですから、見事なゴールですよね。今シーズン初ゴール、さあレスター、先制ゴールを決めました。1対0、1点取ると多少余裕が出てくるんですけど、そのゆとりをどうプレーにつなげていくかですよね。そうですね。ガゼルホ、レスターとしてはもう前半終盤なので無理はしないでしょうね。このままリードでハーフタイムに行きたいでしょうからね。抜けてくる、中は枚数います。ここで丁寧にボールを扱う香川、香川からハーフナーマイク、裏へのスルーパス、チャンスだ、抜けてくる、クロス、ヘディング、少し時間を使いすぎたか、最後うまくいきません。時間をかけると守備の陣形が整ってしまいますからね。そうですね、ちょっと焦りがあったかもしれませんね。はい、右サイド上がっていく、ここでファーストハーフ終了、引き続き15分間のブレイクに入ります。結果前半1対0、
レスター先制して前半を折り返しています。リードを奪えたのも良かったんですけど、はい、まずは前半を無失点で抑えたのが大きかったですよ ね、 そうですね。後半も守りを固めつつ、はい、チャンスがあったら攻める形でいいと思いますよ。なるほど。レスター1点を先制して後半を迎えます。さあ後半スタートです。レスター 1-0 リードです。グラム、先日行われた試合の采配なんですが、北澤さん正直どうご覧になりました？まあ、どうしてあそこで選手を交代したんでしょうかね。まあ、明らかに攻撃の核になっていたにもかかわらず交代させちゃいましたからね。ちょっと意図が分からなかったですね。スペースへ出す。いいでしょ。いい展開ですね。これは相手に当たってしまいましたがコーナーキックへとなります。この試合初めてのコーナーキック。守りでボールを奪います。ファンデルヘイグ。レスター、このセカンドハーフの序盤を1点差でリードしているんですが、この後の展開北澤さんはどうご覧になりますか？そうですね、早い段階から決めていけたら最高ですよね。こういったケースでは次の1点の意味が非常に重要になってきますからね。この時間の 1-0 は非常にシビアですからね。仕掛けるタイミングを図る。来た、かわす。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか？レスターとしてはフィニッシュまでの形がいまいち作れてないんですよね。今は耐える時間帯だと思いますけどもね。やっぱり90分間ずっと自分たちのリズムっていうことはないですからね。ガゼルホ、周りを見る。カウンターを仕掛けます。ガゼルホ、ガゼルホ裏に味方を走らせる。とボールはコーナーキック。シュート！来た！ドッテ！グラム！ここに来て同点！グラム！今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。まあ、ボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを固めてたんでしょうね。そうですね。なので必然的にボールコントロールもシュートもうまくいったというところじゃないでしょうかね。なるほど。今シーズン2ゴール目です。これで今日のゲーム面白くなってきました。ここまで来るともう技術的な差なんてありませんよね、はい、チーム全員がどれだけ勝ちたいと思っているか、うん、その部分が非常に大きいですね、はい、味方を走らせる。サイドフリーですよ。シュートもあります。インターセプト。前線へのボール、スルーパスを出す。サイドからチャンスメイクしたいですね。自分で行く。撫でるようなボールタッチ。ボールとこのパス、シュート、しのぐ。グラム、絶好の得点機、ものにできません。両チームともなかなかこうゴールをこじ開けるのは難しい状況ですよね、うん、こういった緊迫した状況は非常に見応えありますよね。そうですね。触る。レスターとしては時間ないですからね、ここはシンプルな攻撃でもいいと思いますけどもね。まだありますね、チャンス。ケウケからパボーネ、スペースへ出す。ルーズになる。
バート、右サイド上がっていく岡崎、味方を走らせる、さあ上げる、中央へ、試合終了、1対1、レスター貴重な勝ち点1を手に入れました。さて北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。レスターとしては意識していたかどうか分かりませんけども、後半ちょっと守り気味に動いてしまいましたよね。もう少しこう積極的に攻めていってもよかったんじゃないかなと思いましたね。そうですね、ありがとうございます。